つい先日このチャンネルでもご紹介いたしましたが、日本の経産省は韓国産炭酸カリウムは不当に安く売られていると追加関税をかける調査に着手。ただでさえコロナで輸出が落ち込んでいるのに、追加関税はボディーブローのように効いてきます。がしかし、ダンピングや輸入規制問題はそれだけではないんです。ここ最近、インド政府は韓国や中国からの製品に対しかなり厳しい規制を取り始めているんです。こんにちは、世界のガラバンのエドワードです。6月29日の韓国貿易協会ニューデリー支部の発表によれば、インドは6月だけで2件の韓国製品に対する反ダンピング関税の決定を発表。インド商務省は韓国産のブリキに対し1トンあたり251ドルの反ダンピング関税を課すと発表したんです。また23日には韓国産アルミニウムと亜鉛コーティング平板製品など鉄鋼製品4種に対し1トンあたり14ドルから57ドルの暫定反ダンピング関税を課すとも発表。反ダンピング関税については現在8件進行中なんだけど、このうち3件が今年4月以降に調査を開始したものなんです。ちなみにインドが韓国に付加した輸入規制は現在32件もあるんですよ。って、いやそれにしてもこの数は異常だよねって思ってたら、中国はなんと100件以上。韓国は中国に次いで2を記録しているんです。実はインドのモディ首相、2014年の政権発足後、自国の製造業育成政策を導入し輸入規制強化をしているんです。また新型コロナにより経済に大きな打撃が生じたため、より一層自国産業の保護に力を入れ始めたんです。プラス、インド政府は中国製電源供給装置や部品の輸入を許可制にするとも発表。インド電力省は戦略的に重要かつ不可欠な電力供給システムとネットワークのセキュリティ、整合性、信頼性を守るためという理由で全数検査するとまで発表したんです。いやー、インドうまい。これじゃあ中国が文句言ってきても安全性確保という言い訳ができるし、輸入量を減らしている間に自国で生産するシステムを構築することもできます。日本政府もこれくらいのことやってほしいよね。実はインドの国内企業は以前から中国企業の電力市場参入に反対してたんですよ。国境紛争問題でインド軍に死者が出るなど、中国に対する規制をさらに強化し始めるなど、中国の貿易戦争はアメリカだけじゃないんです。今まで中国韓国が担ってきた中間材料や部品、高い技術を必要としない分野の製品は今後インドがその役割を担っていくことでしょう。そうなれば価格競争で韓国企業が潰されることは間違いありません。モディ首相、頑張ってください。以上、最後までご視聴ありがとうございました。